平和なこの町で事件が起きた。遺体は中学生の女の子で、県道脇の農地付近の空き家で見つかったらしい。下着以外の衣服を着用しておらず、財布からも6000円が消えてたんだって。やばいじゃん。地元の広広町で女子中学生の死体が見つかったんだって。手の震えが止まらない。近くの家の人に聞いて回るって。平和の街だったのに気持ちの整理がつかない。俺もこの事件を知って SNS に投稿したよ。まさかこの街でこんな事件が起きるとは思ってなかったからさ。そう、みじんもね。ヒロヒロ探偵団。日本の警察が優秀なんて誰が言い出したんだろう。はあ、ストレス発散。俺は夜になるとあまり人が使っていなさそうなものを壊して回っていた。警察が調べてるっぽいけど未解決として処理されてるらしい。ほんとどこが優秀なのかわからない。あ、おはようございます。なんなんだよ挨拶とか、バカじゃねえの。人生自分に関係ない人間にまで愛想を振りまく必要はないと思っている。だってうちのじいちゃんや親父もそうだし、なんで愛想よくしなきゃいけないのか俺には理解できない。あー、ヒロシ、おはよう。おはよう。今日遅かったじゃん。便秘か。そうそう、うんこ出なくてさ。だから自分の人生に関係ある学校では俺は人気者である必要があった。とはいえカーストのトップにいる必要はない。だってトップだと落ちぶれていくだけだし、周りをいい感じに操作できるいじられキャラ、俺はそれで十分だった。勉強もそれなりにやっていれば別に教師どもから目をつけられることもないし、人生には打算が重要だと思ってる。俺の生き方は効率的で打算で溢れてる。でもそれで楽しく生きられるならそれでよくない？バレなきゃなんだって合法なんだからさ。いやー、花火よかったな。来年は卒業してるからもう集まれないかな。卒業してようと関係ないって、またみんなで集まろうよ。そうだな、彼女できたやつは彼女も連れてこいよ。うわー、それ地獄。今年も夏の花火大会があった。毎年友達と一緒に花火を見ていたし、このお祭り騒ぎも好きだった。それに今年は高校生活最後の花火大会だ。思い出を作るのもいいだろう。じゃあな、また明日。おう、じゃあな。俺たちは21時前に解散した。なんとも言えない高揚感に包まれているのはお祭り騒ぎのせいだろうか。なんか帰りたくねえな。あ、また物ぶっ壊しにでも行くか。なんとなく帰りたくなかった俺は些細な寄り道をしようと考えていた。目的地まで歩こうとしていた時、暗がりの中小さな明かりが目についた。スマホのライトか。よく目を凝らすと中学生くらいの女の子が歩いているのが見えた。その女の子はスマホの画面を凝視して歩いている。そしてひらめいた。バレなきゃ合法、やっちゃうか。普段思いつかないことを簡単に思いついてしまうのはやっぱり祭りのせいだろうか。なんとなくその後ろ姿にムラっときた俺は後ろから女の子に襲いかかる。おっと、黙ってないと殺すからね。いや、誰か。黙ってないと殺すって言ったよ。女の子の服を剥いでいく。スカートやキャミソールを荒々しくまくり上げる。するとおとなしくなったかと思った女の子は突然暴れ始めた。このバカ女が。あまりにも大声を出すものだから俺は慌てた。スマートフォンを操作しようとしたから警察に通報されたらまずいと思ってスマートフォンを奪い取り口と鼻を強く押さえつけた。バレたらおしまいなんだよ。おとなしくしてればよかったのに。お前がバカだから悪いんだよ。しばらく強く押さえていたらそのうちおとなしくなった。俺は荒くなった息を整え頭をフル回転させる。どうするか。ここに死体がある以上警察は捜査することだろう。でもそれと同時に警察はバカだからどうせバレないだろうとも思った。器物破損したって逮捕されないんだし余裕か。俺は財布に入っていた札を全部抜き下着以外の服を脱がせた。これで金銭目的だと思われるだろう。よし帰ろう。そして4日ほど経った頃、この広広市で死体が見つかったと全国ニュースで報道された。やばいじゃん。地元の広広町で女子中学生の死体が見つかったんだって。
手の震えが止まらない。近くの家の人に聞いて回るって。平和の街だったのに気持ちの整理がつかない。俺はそそくさと SNS を更新する。まあこんな感じで何も知らない素振りをしてればバレないだろうしね。そして SNS を更新して数時間後。はい、どうも。お忙しい時間にすいません。ひろひろ警察署ですが、中学生が亡くなった事件についてご近所の方に聞いてましてね。全員にお話伺ってもいいですか？ついに来たか。警察はどうやら近所の住民全員に聞き込みをしているらしく、俺も当然その日何をしていたのかを聞かれた。20時半くらいまで河川敷で花火を見て、終わったら自転車で家に帰ってきましたね。帰ってきたのは何時頃ですか？午後22時には着いてました。まあ嘘ですけどね。その後なんだかんだでバレるんじゃないかとちょっとビビってたけど、警察が来ることはなかったし、その後捜査に何か進展があったとニュースで見ることもなかった。だけど確実に捜査はしていたんだ。同行願えるね。わかりました。警察は俺が犯人だととっくに気づいていたらしい。今日という日をずっと待っていたらしい。俺が学校を卒業する日を。全部俺がやりました。その後俺は懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡された。軽い刑で済んだけど怖いんだ。だってなあ、お前中学生を殺したヒロシだろ。出てきてからが本当の地獄だって知ってもらわないとさ。逃げたぞ、追いかけろ。前みたいには暮らせねえぞヒロシ。出所してからが本当の地獄の始まりだから、俺はきっと無事では済まない。ネットでも現実でもね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。